ああ、おすすめ規制かかってるのに、ペヤングを食べて。無意味、無意味、意味がない。みんなは、温かい目で見てるけど、ここまで体張っても無意味かな？規制が解けなきゃ。初心に戻りなさい、痛い目に遭うよ。あなたが DM 送ってるんですか？私に。最近 DM でね、変な DM が来んのよ。ちょっとこれ見てくれる？キモい、初めて見ました。すごく汚い。おかま、まだ綺麗な人いますよ。あなたは誰のおかげでご飯食べてるかわかりますか？とか言うね。初めて見た割に私のこと知ってんじゃんみたいなさ。初めて見た割にはね、すごくないっていうのよ。そう、おすすめ規制なのに、初めて見たっつってるのもおかしいじゃんって。他に入ってくるところがないのにね。新規なのに入ってこれるわけないじゃんっていうの。そこよね、問題はね。ただね、昨日ね、韓流ドラマを見てて気づいちゃったの。独り言喋ってた、私。iPad で見てて、トイレ行った時に、うふふって言って、こんなことないよな、とか言ってね、一人で話してたの。とか思ったよ。って自分一人で話してると思ってさ、気づいちゃった。トイレほら、声響くじゃん。あれ誰か喋ってると思ったら自分だったんだよね。とか思って、初めて気づいたの、自分でね。あれ、韓流ドラマ見ながら一人で喋ってるわ、とか思ったよ。気づかないで喋ってる。私は今まで気づかなかったの。テレビとかね、動画とか見ながら喋ってるの。初めて昨日気づいたの。あ、それはおばちゃんの仲間入りなんだ。やだ。だって普通に喋ってたのに、何これって、こんなことあるわけないよねってね、トイレでね、ふふとか言って笑ってんの一人で、とか思ってね。で、その後ちょっとね、意識しながら見てたら、やっぱ喋ってんだよね。素敵とかさ、いいなーとか言ってんだよ。とか思って。もう無意識に言ってんだよね。キャーとかやってたりとかね。キスのシーンとか、キャーとかやってたりとかね。とかやってんだよね。気持ちを出すことはまあいいことだけどね。でもなんか孤独なんだろうなと思ったね。ちょっとやべえなと思ったの。そこ、チトラおすすめ寄生虫なんだよ。本当だよ。いい加減にしてよって感じ。本当に。それどころじゃないんだよね、はっきり言ってね。こちとら困ってんだよ。ねえ、だからツイキャスさん。ねえ、もうこれ、ねえ、いただいてから一回も洗ってない。大事に大事にして毎日ね、頭に引いて寝てます。ね、天下のモイ株式会社さんとね、このユニークな焼き鳥のなんか変なやつのキャラクターのね、枕を使ってます。毎日これで寝てるから、私ね。いや、天下のツイキャスさんを頭に敷くってことは、やっぱりね、おかしなことだと思いますけど、やっぱりそれだけ愛着があるってことですね。毎日毎日これでね、私昼寝してるんで、どうにかどうにかね、今見てたらね、ね、どうにかどうにか見てたら、ね、運営のね、お姉さんよ、ね、見てたらさ、ね、私にさ、愛情ください、もっと愛情を。ねえ、5年間ずーっと毎日同じ時間でずーっと配信、5年間配信してるんですよ、私。少しは力になってると思いますけど、宣伝もしてるしね。ねえ、ツイキャスカフェも出た、ツイキャスの CM も出た、私ね。もう株式会社さんお願いします、本当に。ねえ。これからはいい子でいるかな、本当に反省してますから、お願いします、ツイキャス。ツイキャス、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 お願い。ツイキャス、ツイキャス、ツイキャス、よかった、よかった、やっててよかった、よかった、よかった、やっててよかった、ルンルンルン。ツイキャス、ツイキャス、大好き、大好き、ツイキャス、ツイキャス、大好き、大好き、ツイキャス、ツイキャス、大好き。マイ、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 
ふわっちやってるくせにって。だふわっちは、ふわっちはただの日銭稼ぎでございます。これからね、引っ越しとかあるかもしんないからって言ってね、ふわっちを始めたことです。夜暇で暇でね、ね、夜には向いてないなと思ってね、ふわっちに行っただけです。ツイキャスで本当は夜やりたかったんだけど、ね、ツイキャスで本当はやりたかったんだけど、私夜はね、ふわっちかなと思ってね、ふわっちの方に浮気し、2ヶ月間だけ浮気しちゃいました。ただね、金だけ取ってね、こっちに戻ってきたんでね。ね、スパイだと思って、スパイだと。ツイキャスのスパイをしてきま、あっちから情報を得てきてね。いろいろ配信者の情報、配信内容とかスパイしてきて、こっちに、リクルートしてるんです、リクルート。それだけで分かって、私はツイキャスのスパイです。工作員。2週間だけ待ちます。2週間だけ、2週間でどうか。ご加護、神のご加護ね。アダムとイブに見えてきた。どっちがアダムだ、こっちがアダムかな。アダムとイブね、ここが神様、ツイキャス神様、アダムとイブ。それで、ね、私は子供、神の子供。私はあなたたちに作られた神の子供。肋骨を一本折ってね、それから作られたツイキャスの犬です。ああ、届いたかな、気持ちが。どんだけ私がツイキャス愛してるか。ねえ、どんな時もツイキャスから離れないよね。ここからは絶対離れないのに。5年間一度も離れたことないですよ。うん。ツイキャスラブだもん。ツイキャスラブ。